はいどうも、カードショップ MMT の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキは、視聴者様からいただいたレシピになります。Twitter の方にね、メッセージでいただいたんですけども、ヒコアットメンツユドリンカーさんからいただいた無限ライフデッキです。まあ、先日やったなんかネタデッキの、まあ、元になったデッキになるんですけども、まあ、もともとその、不機嫌な一匹狼、破壊不能とハンコをつけて無限にライフ回復するっていうのは、前からあって、デッキでも紹介したことあったんですけど、今回新カードでね、この盾構えがね、入って、これが非常にこのコンボを強くするパーツになりまして、まあ、このカード知らんかったんですけど、あ、めっちゃ相性いいなと思ってね、うん。で、まぁ、ちょっとそのままいただいたレシピそのままちょっとコピーして、ランク戦で回してみようかなと。まあ、普通にガンガン決まるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、一匹狼引くかどうかっていうところになると思うんですけど、まぁ、火遊びと、鏡割りの具合ですから、まぁ、ここら辺で、ちょっとね、確率を上げていくという感じでしょうか。さあ、それではね、早速、やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。さあ、ターン終了。ターン終了。さあ、タフネスが1であったら、うん、いいんですけど、でかいね。それは仕方ない。鏡割りの具は、どうなんだろうか。具は破壊してきますかね。もうでも22ブロックしちゃった方がいいかな、これだったら。会話してこない。さあ、審判官、ちょっとこいつで守れたら嬉しいな。無理だな。無理でした。66。強いな。ターン終了。まあ、ちょっとどうやってしのぐか考えんとダメな状況になりました、ね、結構きついぞ。さあ、ブロック。さあ、もらいます。
いやー、ちょっと待ってよ、厳しいか。難しいな。どうする？火遊び。さあ、2枚捨てます。うわ、土地引かなかった。土地引いてほしい場面でしたね。ここは殴れか。さあ、アタック。ワンチャンにかけるなら、ここはちょっと何もしたくない。ん？あ、裏返ってると自分こいつ以外でも OK なんか。はいはいはい、それは気づかんかった。ああ、結構微妙に面白い展開になってきたぞ。殴ってこれるか、これ。多分だけど2体こうブロックすると本体にダメージめっちゃ飛ばせるんじゃない？片っぽにつき両方発動するような気がするんだけど。あ、なんでそうやって回避できんの？あ、これで片方だけか。まあ、ややこしいのを倒して、あ、両方いけるわな。違うな、手構えはこっちだな。さあ、天使火の覚醒。さあ、アタック。さあ、炎恵みの稲妻。さあ、無限ラフ回復やっていきます。時間がある限りラフ回復していく。じゃ、どうしてもね、タイマーの都合があるんで、アリーナでこれやるときはほんとね、これ発動するまでにめっちゃスムーズにプレイしといた方がいいと思う。多分ね、一方的に本当ガチで殴り始められたら本当に2、300とかでは全然足らないですからね。できればここで投了してくれるのが一番いいんですけど。ダメージが増えていくんであればね、すごい大回復していくんですけど。あとはひたすらポチります。
あれこれなんで解決っていうのが出始めたの。めっちゃ不便ね。まあエンターでいけるか。さすがに投了してくれませんね。この繊維がなくなるまで回復したいところなんですけど、一丁とか言いたいんですけど、ジオクとかなんかそんなささっとね、紙だったらねいいんですけど、アリーナはそれがねなかなかめんどくさいんです。スラーやっていく、ひたすら回復していく。ペースが良くなった。リズムが、ね、分かってきた。本当残念なのはね、相手のライフが全く減らんっていうところでしょうか。なかなかしんどい。あれでもあれだね、タイマー出ないね。アリーナ仕様変わったのかな。なんか動いててもずっとなんか同じことやってるとタイマー出てすぐにできなくなったような気するんだけど、前は今はそんなことないんか。動いてたらできるんか。しかもこれ相手ぐるぐるで、あれだったら安全圏がないからこっちもずっと回復するしかないんだけど。ほんとね、投了してください。ごめんなさい。簡単にでもダメージでいくとね、2300ぐらいって結構叩き出せるような気がするんですけど、なんかやっぱタイマー動き出しましたね。まあ、いけるとこまで行きましょう。飛ばしてターン終了。ただ湧いてもう画面を見てなくて放置されてる可能性はありますけどね。それだった。あー、ちゃんと見てましたね。しかしグーは、さあターンもらいます。さあ不機嫌な一匹狼出して殴っていく。ブロックもできない状態ということで、ターン終了。まあもうこれはさすがにブルー相手だったら勝てそうですね。
魔法かも。あ、ブロックできないのか。あ、ブロックしない。さあ殴っていく。はい、対戦ありがとうございました。さあ先行、こう7枚でキープ。さあ、オリバフの随員からいきます。まあちょっと悩ましいあれだな。あいつ焼いちゃうか。さあブロック。さあ火遊び。いいですね。鏡割りのルーアーを出して殴ってきます。さあ餅の侵入者。まあこれは捨ててもいいか。さあアタック。もう行っちゃっていいでしょ、盾構え。ターン終了。さあ勝利レッド。アタック。警戒してきましたね。京都の審判もつけていきましょう。ターン終了。まあ一応絶望将来食らっても大丈夫な状態ではある。1個エンチャントあるから、ね、次の絶望将来がきつい。エンチャント引いてほしいところですね。まあ、これはもうブロックしません。さっきでも一匹を噛み出してターン終了。
もう一枚ちょっとカード引いてほしいところではあるけど。ロックは選択か。お、これは勝ったな。ターン終了。これで向こうはエンチャント破壊しきれないんじゃないかな。A fair trade. さあ、ハンコンつけるのと、徹底的に脅威は排除する。魂転移が飛んできた。はい、はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターン終了。さあ、鏡割りのグーは出してターン終了。土地土地捨てるか。引かないね。さあ、アタック。さあ、火遊び。なんとか早く引いてほしいところなんですけども、あ、なるほど、三三にして、あ、それはなかなか。
さあアタック。ターン終了。さあ縦我慢。どうしましょうかね。ここはね、2体ブロックしちゃった方がいい気もするんだけど。2体ブロックでいきましょう。厳しいな。さあターン終了。していく。おお、来ましたね。来ましたけど、来ましたけどだな、これ。どうやってダメージ与えるか。破壊不能とどうやってダメージ与えるかが問題。まあ、全員で殴れだな。で、多分しつこい負け犬さすがにブロックしてくると思うんで、4点通って熊野でとどめ。これで負け犬も追放でかなり楽になりましたね。さあターン終了。ほとんど考えられんやろうけど、負け犬一応出てきた時のために、なかなか厳しいね。さあ、うちの侵入者が出てきた。
さあターンもらいます。ちょっと途中から土地はきついねこれ。でもなんか行ったらいけんかこれ。さあアタック。さあ乗るけど、はい、対戦ありがとうございました。ポーカーか。さあキープ。どうしよっかな。これいらないか。さあ切り崩しか。厄介ですね。なんか結構焦ってる感じにも見えますね。これは殴ってきてくれそうですね。さあ栄冠城工作員倒します。こう楽にはなった。審判官、さあまだ除去ありますかね。ついの食らいました。さあ鏡割りの具は、おっと状況が多い、異常に状況が多い。やばい、ね、状況の多さがやばい。これはやばい。さあ不機嫌の一匹狼、これに天使火の覚醒つけて殴り始めるたら楽なんだけど無理か。きつい。ちょっと厳しいねこれは。どうにも厳しすぎるね。いやちょっと待てよ、天使火の覚醒で引き続きに速攻つけてリリアナを殴る。
これはいい感じかもしれない。殴ってきますか。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。引越し考案の無限ライフ回復デッキだったんですけども、まあ未宿隊のランク戦で回す感じでいくと、あんまりライフ回復が無限ライフ回復がね成功しなかったっす。ただ勝率高かったんですよね無限ライフ回復関係なく押し切ったり、この審判官の裏のエンチャントで倒せたりまあちょっと変な回り方してましたね。まあおそらくやっぱ無限回復が、ね、メインなんで、そこにもっとスムーズにいくような気がするんですけど、まあ、ちょっとねもういじるんであれば、例えば火遊びのこの戦術1の代わりに、なんだっけ、2マナで3点与えるやつあるんですよね。これか、アンドの仮想、まあ、これに変えてみるとか、まあ、コンボデッキなんでコンボパーツ揃えに行くこともできるし、3点火力もいけるしっていう、まあ、炎めぐみの稲妻はでもどっちでもいいんですけどね、まあ、こいつ結構ね負け犬とか追放できるんで便利だったりするんで、実際黒とよく当たりましたからね。まあでも前のネタデッキから比べるとこの構築だと未宿隊でもワンチャンありそうな感じでしたね。ただ相手にはちょっと申し訳ない気持ちになりますが、はい、まあ無限コンボ好きな方はね、はい、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。